はい、こんにちは、まりもです。はい、今回はコンビ相手をお呼びしました。いやーね、いつかねコンビ相手の動画撮ってみたかったんですよ。はい、まあ別に毎回ではないんですけど、まあコンビ相手との動画をね作っていこうかなと思います。ではそのコンビの方呼びましょう。きっと皆さんも知ってる方です。ではどうぞ。はい、どうも。今回から、マリモくんと、コンビを組ませていただくハヒです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今回はねハヒさんにいろいろ質問したいと思います。マジかよ。じゃあね、こちらに書いてきたんで読んでいきたいと思います。ハヒさんの趣味は何ですか？趣味ですか。まあそうですね、やっぱゲームとか、まあ、あと本も読んだりします。本、どんな本読んでるんですか？そりゃまあアニメとかですよね、やっぱり。アニメ、なんていうアニメの本ですよ？まあ進撃の巨人とかですよ、やっぱ。あ、進撃の巨人ですか。進撃の巨人、実はねこの本棚にもあるんですよ。はい、ちなみにもう簡単に質問からしてきますね。はいはい。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、あー、私、いや俺、梨かな。梨、意外に渋いですね。うまいね。意外に渋いですね、梨って。じゃあね、好きなゲームとかあります？好きなゲームはやっぱマリオでしょ。マリオね。マリオですね。やっぱマリオです。マリモか。マリオだった。まあね、これからね撮ってね、マリオのゲームも実況していきたいなと思います。はい。じゃあ嫌いな食べ物があります？いや、もう特にないですよ、本当に。もう何でも食べれます。へえ、羨ましいですね。じゃあ自分が大切にしてることってあります？ちょっと難しい質問ですかね。大切にしてること、正直でいることかな。おお、そういうことですか。かっこいいこと言ったわ。まあ、質問は終わったんでね、こちら八つ橋とか食べていこうかな。マジで言ってます。これね、生放送の時も食べてた八つ橋です。まだちょっと残ってます。どっち食べたいですか？抹茶。抹茶。じゃあ抹茶。俺が食えんのか。失礼だな。いや、普通に八つ橋です。注文したやつ。いただきます。硬い。もう結構立ってました。これ焼いた八つ橋と違うのか。八つ橋、感想は？硬い。でも美味しくない？普通に。まあね、食えなくはない。美味しいよね。抹茶でしょ、やっぱ。自分はね、八つ橋との出会いね、実はね、小学2年生の時にね、先生が買ってきてくれたんだよね。懐かしいわ。普通に、それ以来八つ橋がね、美味しいなと思ったけど、全然食べる機会なかったんだよ。そこでね、まあ動画にも出したんですけど、まあ、修学旅行に行ってみた時に八つ橋も買わせていただきました。この八つ橋はどこで買ったんやっけ？金閣寺のところで買ったんかな。金閣寺のところで売ってた八つ橋ですね。普通に美味しいです。早いな、食べるだって。うまかったんだ。こんな思い出の品をね、味わいたいです。その思い出の品を俺が一緒に食っちゃいました。うまいでしょ、そりゃうまい。ということで、まあ今回からハヒさんと動画撮っていきたいなと思ってます。よし、今回の動画はここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回も見てください。では、さようなら。